天幕の設営です。はい、途切れ途切れでいいよ。うん、まずポール、今日はインナーテントはやりませんまずガイドが入ってます。こんな感じで、まずこれを刺していきます。どこに？その辺、こっち側が後ろになるんで、こっちが入り口になります。なので入り口の方をこの平らな面で、後の方は後ろはこういう三角形の方が後ろになります。でなんかこのシールついてるやつが必ずついてるんで、それで打ち込みます。普通に軽くで、そしたらこれ通して、あとは全部角に沿ってペグを打っていきます。これはスノーピークのソリステです。はい、風吹いてもこれだったら倒れません。取れないんで、こんな感じで、じゃあこんな感じで、今日ちょっとグランドシートだけ引きます。引っ掛けます。テント本体を引っ掛けていきます。はい、入り口の部分埋めておくと、後にやると高くてできないんで先にやってください。ここがてっぺんだよね、うん、完成。そしたらポール、めっちゃ簡単、付属のポールを、どっちが上ですか？こっち上です。はい、ランタンかける。はい、オープン。ポールをポールここに来るようにてっぺんにつける。はい、お、中はこんな感じで、ここに入れます。こんな感じです。はい、あとは少しずつテンションが、本当はつける、このスカートの部分に
で、まあ、大体の位置で、あとも引っ掛けるだけです。とりあえずこんな感じで完成です。ただこの設営の仕方が本当に合ってるかはわからないのでまあ一応参考程度までにしてください。中も相当広いです。この前ここで4人ハーフインナーで4人普通に泊まれるんで、全然ハーフでインナーはいいかなと思います。以上、こんな感じで天幕サーカス TC の設営を終わります。ちょっとこのスノービークのガスコンロめちゃくちゃいいんで、ちょっとこれだけ紹介します。すごいコンパクトでめっちゃ簡単です。開けてこう出します。そしたら後ろにここにボタンあるんですけど、これを押しながら回す。以上です。で、風よけなくても中から火が出るんで、結構風強くても火そのまま使えます。ここ一応3段階に火分かれてて、弱火中火強火で分かれてるんで、結構調整もしやすいです。何よりほんとコンパクトなんで、めちゃくちゃ使いやすいです。おすすめです。これ韓国のコベアっていうブランドのやつです。何がいいかちょっとあんま分かんないですけど、バランスはいい、バランス良くて一番いいのがこの見た目一応これも同じ色で揃えてて、もともとこのシルバーの見た目がかっこいいんで、これを選んで買いました。ちょっと風とかに弱いんで、毎回風よけみたいなのつけてやってます。鍋とかはこっちの方が結構安定はするかなと思います。火力は圧倒的にスノーピークのやつがめちゃくちゃいいです。本当おすすめです。1万円の価値あります。コベアちなみに多分5000円から7000円ぐらいで Amazon とかで買えると思うんで、結構見た目こういうの好きな人これもおすすめです。